ありがとうございます。
それではね、
疲れたね。2着、2着。まあね、まあまあ、このね、このねってなんで、まあね。まあ、5年でもいいですよ。そんな髪型っていうか、なんか性格をこれっていう。まあ、そうですね。まあ、一応だってコスプレ。まあ、今日はね、ハロウィンのね、ステージということで、皆さん、楽しんでいきましょう。イエーイ、ね、なんか仮装してきてくださった方もたくさんいて、嬉しい限りでございます。はい、みんな。いいね、みんな、うぅー、気合入ってるよね。そうね、ちょっとね、ちょっと恥ずかしい感じ。じゃあ、それではね、とりあえず自己紹介ですね。しめさん、はい。じゃあ、それでは行くよ、皆さん、行きますよ。オンザ・マイルド、いいね。元気でパワフル、いいね。ずっと笑顔で、いいね。そんな私がチーム。はい、ありがとうございます。みんなに会えて、うれしい。まあ、チーネことコッチカコです。よろしくお願いします。チーネ。じゃあ次、レイレイ。はい、じゃあ今日はちょっと特別バージョンで、おぉ、多分ちょっとみんなならなんて言えばいいか分かると思うので、いきます。この世で一番可愛いのはレイレイ。はい、ありがとうございます。ちょっとあれ、白雪姫だからちょっと鏡風に言ってみました。高校2年生16歳のルイルイこと大崎ルイです。よろしくお願いします。ね、かわいい。これは白雪姫。今日3人目白雪姫って言ってくれない子2人合わせて、千葉県最東端のアイドル銚子元気娘です。よろしくお願いします。暑いですね、意外と。この格好意外と暑そうですね。うん、やっぱり私この人半袖なんですけども、暑いです。え、この方は暑い。あ、やっぱりこれ100センチあるんですよ。私とあの床と、あれ、そう、床とこの髪の毛の差は47しかないんですよ。あ、ごめんなさい、前通ってちょっと見えないね。でももっと低い気がするよ。え、だってこっからここ47。違う。あ、ほらここだもん、だって。あ、そうだよね。そうだね。なるほど、ね。まあそういうこともありますね。多分みんな伝わんなかったよね。今何言ってるか。ごめんなさい。じゃあ次ね、じゃあ続いての曲いっちゃいましょう。はい、続いての曲はスマイルエジさんの好きちゃん、そして続きまして私立恵比寿中学さんのアイムヤマネージャーです。2曲続けて聴いてください。嫌だけどそれ怖いし。I'm not
ございました。やっちゃっちゃおう、やっぱりハゲるの。あーで、あれなんですか、取り外し可能だったんですか。邪魔邪魔ちょっと取り外しちょっと本当に暑い。ショートだね。あー本当ね、みんな暑くない、みんな暑くないかね。こっちサイドが可愛すぎるね、なんかね、どんなコスプレしてきたのみんな。はい、じゃあ、はい、コスプレしてきた人を手を挙げて。はーい、あ、じゃあそこの、何どうしようか、そこの、なんて言えばいいかな。じゃあ、君知ってたけど、ちょっと聞いてみて。あれだね、雪出せるんでしょ。あら、かわいい。皆さん、大人の方もね、大人の方ちょっとね、難しい。 ね、あれは何なの、あの黒、そっちじゃない、その後ろその後ろ。あーちょっと、何ですか、まあ、今日のファッションポイント、あれ、ファッションポイント、はい、ファッションポイント、強しのところ。え、髪の毛、ちょっと色、今日のために変えてきたんですか。違う、かぶり物。え、そうなんだ。地毛だと思って。地毛だと思ったよね。いつもと一緒じゃん。一緒じゃないけど、ね、似てたよね。変わらない。なるほど、ね。つけ毛だって。かぼちゃマンね。それ何ですか、名前あるんですか、名前。あれ名前、かぼちゃマン。こっちがルイで、こっちがルイ。両方合わせてルイル。ああ、いいね、いいね。なるほど、ね。かぼちゃ。でもちょっとかぼちゃ、鼻が目かわからないよ。あれ、ほら。え、何が、あれは、遠目に見たら蜂で、うん、近くで見たらかぼちゃ。ああ、そういう感じですね。ダブルで美味しいみたいな。ちょっとあの写真撮ってる方いますけど。写真撮ってる方も結構気合い入れてますね。あれ見えるんですかね。見えますかそれ。見えます。見えないって。見えるのかな。ちょっと日本語が難しかった。うん、あとあのうざいリンゴの。うざいリンゴ。あれうざいオレンジ着てる。あれいいよね。あれめっちゃいい。あれさ、好きだよ、チーム。でもあれめっちゃ好きなの。面白いよね。あれをあのなんかゲームでアプリ知ってる？他の、まあ、今度やった方がいい。ゲームは？あの確かに、あのさ、ピンクのさ、キラキラアイドルちゃんみたいなのは何なんだろう。ミニちゃん、ミニちゃん、あ、かわいい。ちな、ミニちゃんのね、コスプレしたことあるんですよ。ただ、白い T シャツに赤の水玉のスカート。あー、そういう感じですね。みんな、もうこれでみんな和んだかな、ステージ。今日はあったかいね。今日はあったかいね。じゃあね、それでは、この曲は最後となってしまいました。はい、ありがとうございます、はい、それでは聴いてください。最後に私たちのデビュー曲、ありがとうです。海の先を
のが大変だぞ。じゃあもうこの後の告知をしちゃって、はい、もうさらばしましょう、はい、この後犬吠埼駅で私たち犬吠駅ですね、犬吠駅、はい、犬吠駅でライブさせていただきます。イエーイ。もしよかったらこのままね、そうだね、来てくれると嬉しいです。ちょっと遠いけど、ちょっと遠いですく、はい、ちょっとね、で、そうですね、じゃあまた、あ、じゃあ11月9日に私たちの新曲がなんとハーフマラソンのステージにて披露させていただきます。イエーイ。はい、サンライズオーシャンっていう、ね、タイトルなんですけど、そうですね、あ、すいません、なんか今までにないね、元気娘の曲でして、うん、お気に入りですよね、かっこいいですね。これはね、みんな聞いて買うしかないでしょう。その通り。じゃあ最後に、はい、それで解散しましょう。そうですね、じゃああれやりますので、皆さん置いていれば一緒にお願いします。これからも頑張るしますので、おい、よろしく。